こんな感じ。あ、このくらいのがいいね。あ、いいですね。じゃあ最初から準備やろうか。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。大和人の堀です。信州の竹村です。いや、質問、はい、質問あるんですよ、はい、お客さんによく言われるんですけど、うん、いや何歳まで山行っていいのみたいな。あ、言うね。言いますよね。言うね、うん、なんで答えてます。あ、俺、はい、はね、そもそも何歳まで行けるとかっていうものでもないし、うん、 そうね、それから山ったってね、うん、槍ヶ岳から裏山まであるわけだし、うんうん、ありますね、兜山とか、ね、うん、兜山いい山なんで、ね、いいね、うん、だからこのね、何歳までとかって区切る必要は もちろん全くないし、うん、そもそも山行ってる人は若い。若いっすよね、うん、絶対若い。まあ、ね、だって山なんかさ、行かなくたってご飯食べれるし、うん、なのにそれをわざわざね、時間とか体力使って行くわけでしょ、はいはいはい、そういう人たちは若いですよ。そうですね、うん、旅館とかにお客さんを連れして、うん、あのご飯とか食べるじゃないですか。あ、食べる量とスピードと見た目の若さで、うん、見た目とみんなびっくりする。びっくりするね。びっくりします、うん、だからわざと言ってない、年齢こそっと伝えるんです、うん、ダメです。そういうのダメですよ。本当はダメです、うん、やってません、うん、なるほどね、うん、じゃあ、年齢じゃなくてどういうことでしょうね、うん、あのね、とにかく頑張って頑張って自分をいじめていく山は、うん、学生とかね、うん、若い子たちはどんどんそうやって鍛えてほしいし、うん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 、それからだんだん山にも行ってきて慣れてきて、うんうん、そういう風になってきたらね、今度はもっと楽しんでほしいなと思うんですよ。だからしんどい、もうしんどいしんどいだけで歩いて、うん、あ、今日一日しんどかったわってこう、うんうん、寝るんじゃなくてね、うんうん、寝るときに、あ、今日楽しかったな、楽しかったなって、いい、そう言って寝てほしいなって思うの。なるほど。でそうするには、あの、いろんな楽しみがあるので、うん、頂上行くことだけを目的にする人ももちろんいてもいいんだけど、うん、でも足元の花を楽しみにしたい、うん、途中の景色を楽しみにしたい、うん、いろんな楽しみをね、持って行ってもらったら、頂上にこだわらず、でその目的にこだわると、うん、目的っていうのは頂上だったりするとね、うんうんうん、そういうのにこだわっちゃうと、うん、そうするとどうしてもそこに行かなきゃいけなくなっちゃって義務になってくると、うんうん、やっぱり事故のもとだと思う。あ、そうですね、でもその目的が達成できないから、うん、やめるっていう選択になってくるけど、うん、目的がそうじゃなければ、うん、楽しむのが目的だと。そういうことですね。いつまでも続けられますよね。いつまでも続けられますよ。確かにそうですね、うん、うちのお客さんでもやっぱり90歳超えても来られる方いらっしゃるんですけど、うん、やっぱり常になんかこう次の予約とかをしてそこを楽しみにされてるっていう方が多いと思います、うん、ね、目標を持つっていうのは、そう、目標を持つっていうのが大事ですよね。その目標は必ずしも山頂ではないっていう、はい、そういうことです。そう思ってほしい。なるほど、うん、やっぱりそういうことですね、うん、はい、そういうことです。じゃあ、100歳のハイカー目指して皆さんも頑張りましょう。頑張りましょう。100歳になったらどうする？ただで行っちゃうか。俺まだあれですね、50年以上山楽しめるんですね。楽しめるのがいいですね。また来週。はーい。